Just a quick request today for everybody to please kindly remove any cars parked on the road outside the stadium.許せない戦いが続くこのコンペティション、歓喜の瞬間を目指して選手サポーター一丸となってこの戦いに臨みます。この時間はビファーレン長崎対 AC ミラン、こちらの一戦をお届けいたします。今日のゲームはここエスタディオモニュメンタルでコロコロで行われます。チリの首都サンティアゴ南東部に位置し、ナショナルチームの試合やクラブの国際大会も行われる南米有数のスタジアムです。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前半見ていきましょう。ビファーレン長崎対 AC ミラン、このゲームマケレレが出場していますが、彼の魅力はどういったところにあるんでしょうか。あの圧倒的なボール出し能力ですよね、はい、寄せるタイミングも抜群で90分間ペースを落とさずに走り切るスタミナもありますよね。まるで軟体動物のような動きで次々とボールを絡め取りますよね。広いスペースをカバーしてくれるので周りの選手も安心して攻撃できますよね。そのピンチマケレレが潰します。トレビアンのボールダッシュにご注目を。さあここでカウンター、裏を狙っていきます。エジガルジュニオからトクラ、さあカウンターを仕掛けます。さあ持っていく、いい守備で奪う。さあつながるか、ベルカンプ、ここはつながりません。さあカウンターだ。フタミパスでつないで攻め込んでいきます。ライカール、これは合いません。カウンターですよ。トクラから左サイドスルーパス、カカ、ライカールドへ、このスルーパスは通りません。桑崎、さあ右へ預けて、秋野、ここは読んでいました。澤田、秋野、戸倉、さあ左へ預けて抜けてくる。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。エジガルジュニオ、コースの切り替えも早いですよ。右サイドへ振って中へのクロス、エジガルジュニオ。長崎としてはなかなかいい形が作れませんよね。さあこのセカンドボール、
長崎はロングカウンターを得意としているんですが、改めてこの戦術ちょっと解説いただけますか。後ろでしっかりブロックを作ってボールを奪ったら素早く相手の裏を狙うんですよね、はい、手数をかけずにゴールを奪うのが特徴ですよね。なるほど。フリット笠原のセーブ。ここは大きくクリア。危ないシーンでした。裏へ出るか。さあ徳良、旗は上がっていません。徳良シュート、決まった。先制長崎。ミランから先にゴールを奪います。美しいカウンターからのフィニッシュでした。シュート笠原のセーブ。素晴らしい反応でした。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。ミランとしてはわ高さで勝負してくるんじゃないでしょうかね。守備陣クリアのシュート、あーここは左へ通り過ぎていきます。枠に行っていたらゴールでしたよね。非常に鋭いシュートが飛びましたからね。フリットへ、マケレレからフリット、笠原のセーブ。これは素晴らしい反応でした。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。決定機を阻止しました。と呼んでいた秋野から前線へ、フリットへ、沢田、エジガルジュニオへ、裏のスペースを狙う、このパスを受けるネスタ、これはいいディフェンス、厳しくチェックします。 There will be 1 minute at a time. エジガルジュニオから沢田、ここはつながりません。タカ、これを読んでいた。ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。45分間戦って1対0。さあ北澤さん、前半振り返っていかがでしょう。長崎としては攻守の切り替えが早かったですよね。チームのまとまりを感じた前半でしたよ。ビファーレン長崎対 AC ミラン、長崎が1点先制して前半を折り返します。後半キックオフです。長崎 1-0 リードです。タカーからフリット、シュートレンジです。こぼれてる。さあフリット、秋野、流れを止めます。抜ければチャンス。いやー、これはナイスセーブ。難しいボールでしたけどもね。いやー、よく止めましたよね。長崎、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。ネスタ、これはチャンスだ。危ないシーンでしたがクリアの対応。長崎カウンターを仕掛けます。ここは競り勝ちます。長崎はあわやというシーンでしたがここはしのぎます。ここは奪います。徳良、さあ一気にカウンター、長いボールを送ります。リュディガー、ここはカットします。The attendance for this match was 45,996. 届きません。危ないシーンでしたがここはしっかりクリア。
ライカールトカットに行きます。奪われると危険な位置、グバルディオルからターテのボール、奥井このボールに触ります。加藤、エジガルジュニオ、先ほどから厳しい寄せになっています。そうですね、しかも見ているとマンマークというよりかはこのチーム全体で守備ブロックを受け渡していくマークの仕方を取っていますよね。この方法だとどこへ行ってもマークの対象になってしまいますけども、相手の守備ブロックの間に入り込む動きを繰り返していけば結構マークを外せるものなんですよね。選手間の受け渡しは味方同士の意思疎通で行ってますから曖昧なところも出てくるんですよね。ですので頻繁にゾーンの間を動き回って相手を混乱させるのが効果的ですよね。ここは対応します。ナンバー15ドログバー、ナンバー29ミランとしては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機につなげられますよね。そうですね、流れをつかみたいところです。さあシュート、笠原のセーブ、危ない、足元のさらに来る、笠原のセーブ、これファン取らないですか。レフリーエジガルジュニオから左へ、リュディガー、このボールをカットします。トニクロース素早いパスで攻め上がっていきます。このセカンドボールはエジガルジュニオ、ロングボールで展開、裏を狙っていきます。いいボール入りますよ。さあムバッペ上げる、キーパー直接処理しました。ミランとしてはいい攻撃だったんですけどもね、焦りもありましたかね。もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよね。リュディがこのボールをカットします。どうだ、さあカウンター、抜けた勝負のシーン、狙えるか、シュート、北澤さん、いいシュートでしたね。この時間帯で2点差に広がってしまうとリードしている方は非常に余裕を持って試合を進められますよね。まあ、大立場としては精神的にもきつくなってきますよね。危ない場面でしたがキーパーが立ちはだかります。ここはディフェンスの対応、シュート、振り抜いた、さあこぼれた、クリスチャーノ、シュマイケル、お、これいいですよ。中上げる、インターセプト、クリスチャーノ、うおー、ネスタ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。スタミ、サウフリーだ、シュート、うおー、残り時間少ないですからね、冷静に対応してしっかり試合を終わらせたいですよね。さあムバッペ、ボールは届きません。ミランとしては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。さあトクラ、ここで笛です。1対0、長崎1点差を守りきり勝利しました。前半のゴールがそのまま決勝点。エジガルジュニオ、今日のマンオブザマッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。さて北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。長崎としては前半リードで折り返していい雰囲気で後半に入れたのは大きかったですよね。まあ追加点は挙げられませんでしたけども、しっかり守れてましたし、いい試合運びができたと思いますよ。そうですね、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。
本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。いえ、どうもありがとうございました。長崎が1点を守りきりました。El personal de seguridad de cada sección se presente inmediatamente en la sala de personal.
今日のこのゲーム、昇格がかかった大きな一戦となります。日本の勝利を収め、サポーターと歓喜を分かち合うことはできるのでしょうか。この時間はボヤカ対ビファーレン長崎、こちらの一戦をお楽しみいただきます。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい。ムバッパうわこれはわずかに左でした。いやいいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。カイオパスでつないで攻め込んでいきます。裏へ届くか。さあエジガルジュニオシュート、いやーいやー先制長崎。クリスティアーノ、この昇格のかかるゲーム、均衡を破ったのはこの男。北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。いやパスからシュートまでの一連の流れが非常に良かったですよね。ディフェンスとしてはあそこまでうまく崩されるとなかなか守りきるのは難しくなりますよね。さあ長崎、価値のあるゴールが決まりました。いや昇格に向けて大きな1点になりましたよね。この勢いでもう1点いけるといいですよね。そうですよね。奪います、裏を狙っていきます。しびき組み立て直します。ロドリからのスルーパスをカットしました。キーパー前へ蹴り出します。ムバッペどうだこのシュート、ポスト左をかすめていきました。思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。と呼んでいた、折り返します。しびき危ないところでしたが、なんとかシュート、加藤加藤へネイマール、奪いに行きます、カットに行きます、ここは繋がりません。さあ受けるか、絶好の位置で受ける、守備陣クリアの対応です。長崎カウンターを仕掛けていきます、スペースを使う、抜けた、インターセプト、厳しくチェックします。シュート、この大事な試合でいいディフェンス、気持ちが前に出てますよね。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。長崎、アントニオ・リュディガー、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。さあ左サイドへ、澤田からクリスティアーノ、クリスティアーノから中、ドンナルンマしっかりと抑えました。キミッヒ、カイオ、このボール奪いに行きます。ネイマール、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。チャンスになる、ムバッペ、笠原のセーブ、こぼれます。サルハノール、やはりここで蹴ってきます。いいボール入れてきますからね。キーパーサール、縦にボールを送る、縦にボールを送りましたがこれはタイミング合いませんでした。キミッヒ打っていった。さあカウンタースピードを上げたいところ、
エジガルジュニオ、エジガルジュニオからクリスティアーノ、さあ左へ預けてファーサイドへのボール、危ないシーンでしたがクリアの対応。長崎は2本目のコーナー、ボヤカは1本です。太陽このボールに触ります、スルーパスを狙う、これは合いません。澤田からクリスティアーノ、ヘディング来た、追加点長崎、リードを2点に広げます。今のゴールですが中盤で奪ってからの展開でしたね。高い位置からの守備が良かったですよね。やっぱりあの位置で奪えると一気にチャンスにつながりますよね。さあ長崎得点を重ね2対0という展開。長崎としてはこれでさらに試合運びがしやすくなりましたよね。2点のリードはメンタル的にも大きいですよね、はい、非常に重要なゴールになりましたよね。さあつながるか、インターセプトを狙う、コーシの切り替えも早いですよ。クリスティアーノから澤田、ボールのがこのパス、この位置で受ける、おっとシュート、とゴールポスト、高橋、さあ上がる、頭触った、ここは大きくクリア、ピンチを、ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。さあ北澤さん、ここまでについて何かございますか。まあごく一般的に言われるのは 2-0 は怖いことでもありますからね、まあ、ゲームをこう終わらせたい3点目をどう取れるかですね。ボヤカ対リパーレン長崎、長崎が前半は2対0という形リードして折り返します。後半です、フリーで受けた、クリスチャーノ決まった、追加点長崎、これで3ゴール差になります。見事なラストパスからのこのゴール、いや素晴らしいですよね。パスを出した方もよくスペースを見てましたし、受け手の方もここに出てくるってイメージがあったんでしょうね。いいゴールでした。クリスティアーノ今日2点目のゴールです。さあ長崎3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。ここもしっかりディフェンスしました。ここはつながりません。クリスティアーノからエジガルジュニオ、ムバッペからチャルハノール、シュートこのゴールであと2点です。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。これは積極的な守備が効きましたよね。そこからシュートまでの流れも素晴らしかったですよね。流れを変える1点となるんでしょうか。澤田、これを読んでいた、シュート来た、さあこのゴールであと1点というところまで来ました。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いや迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手がついてこれなかった感じですかね。このまま勢いに乗ってくるんでしょうか。いやチームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。ボールはクリア、リュディガー、
このボールをカットします。奪い返します。チャンス。ロドリ、さあカウンターのチャンスになります。長崎はロングカウンターが得意という情報もありますが、注目する点はどこでしょう。やはり前線は裏の広いスペースを狙ってますから、ボールの出るタイミング、走り出すタイミングには注目したいですよね。なるほど、ボールを奪ってからのこの切り替えのタイミングが重要というか。ムーバーって、詰めてきた。いや、同点。ここで同点に追いつきます。いや、この展開、これで面白くなりましたよね。ドログバ、キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。今のはこぼれてくるのを狙ってましたかね。次のプレーを予測した見事なゴールですよね。ドログバ、今日2点目です。見事な同点劇を見せています。いや、非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。ネイマール、ここですね。サルハドール、ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたよね。スルーパスを狙う。さあクリスティアーノ、前開いた。デリフト、これはファール。幸運にも注意に終わりました。さあいい位置です。この距離なら直接狙える距離ですよね。長崎は今日3本目のコーナーです。ヴァルディオ、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。ここは対応します。これは合いません。サイドを使います。足元狙う、決まった。勝ち越し長崎、見事なゴール、昇格に近づきます。いやー、本当にいいじゃん。笠原のセーブ、同点のチャンスでしたが決まりませんでした。ちょっとこう目覚めた感じですよね、あの失点で。危ない場面でしたがキーパーが立ちはだかります。うわ、これはどうだ、キーパー止めた。長崎はここクリアで難を逃れます。ロドリ、打っていった。ここは打っていきましたね、この距離からも狙っていく姿勢が素晴らしいですよね。いや、いいシュートですよね。これは奪い返します。スルーパス、ボヤカ、カウンターを仕掛けます。ボヤカとしてはまだ時間ありますからね、形は作れているのでなんとか1点仕掛けたいですよね。カットに行きます。ここは繋がりません。さあクリスティアーノ、長崎落ち着いて時間を使います。米田、
とこれは合わせたかったですよね。今日はタイムエンドのホイッスルまで北澤さん耐え切りたいでしょうね。そうですね、自分たちより上に位置するチーム相手に対してここまでの結果ですからね。このまま終われば見事ですけどもね。クリスティアーノからのパース裏へ出るか。両チームともメンバー交代があるようです。これは合いません。柔らかいボール。米田、ここは競り勝ちます。ウバルディオル、笛です。4対3、きっちりと勝利を収め昇格決定です。素晴らしい日になりました。北澤さん、試合の総括をお願いします。長崎としては昇格が決まるという難しい試合でしたけど、よく結果を出しましたよね。この結果を踏まえてチームの強化をして、また今日みたいないい試合を見せてほしいですよね。はい、ありがとうございます。素晴らしい試合でした。さあ、放送時間もなくなってまいりました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。長崎は昇格を決め、新たな戦いに挑みます。